いつは上司はグッチョグッチョです。今日はねまた久しぶりにお酒を飲みながらユンタクヒンタクっていうやつですね。つまみはですねミックスナッツ、あと黒糖っていうやつですね。でもねこの間食べたライチはめっちゃうまかったですね。チェリーはもうちょっとシーズンオフかなって感じがしてますけど、ミックスナッツ。今日はですね最初はスキービーチっていうところ行って、その後その後電動一輪車であちこちブラブラしましたね。こっちさびら今日は割と暖かかったかなって感じがしますけどね。まあでもやっぱり暑くなったり寒くなったりっていうなので、まあ最低がねやっぱりこう3度とか4度ぐらいまで朝方下がりますね。で昼間はまあ17、18度、今日なんか20度ぐらいまであったのかなって思うぐらいいい天気っていうか爽やかな天気でしたね。まあそんな感じでね一日過ごしましたけど、でもね、でもね、でもね、今日はあんまりこうリハビリだしリハビリはできなかったのかなみたいなやつですね。うん。まあでも。怪我もすることなく無事ねまた一日を無事に過ごすことができたんでよかったなーとかって思いますね。お水感動する話とかっていうのを YouTube で聞いたりしてますね。まあ、うまくはちょっと話せないと思うんですけど、かいつまんで話をすると、今日聞いた、わあ、なかなかいい話だなっていうのは、まあね、学生の頃からの話で、中学校ぐらいからなんか転校してきた子がやっぱり母子家庭でねこう学団もねこうちょっと古びた学団で、でその主人公のね友達がお風呂の学団をねこうそのお母さんが繕ってくれて友達にあげて、まあその子はすごい、まあ、学校の成績とか、頭の使い方が良かったということで、まあ、言うなれば、彼は出世して、出世っていうかね、自分で、まあ、なんか IT かなんかの企業を立ち上げて成功するんですけど、その、なんていうんですかね、こう、貧しいっていうか、まあ、こう、経済的にこう、恵まれてなかったお友達。まあ、よくいじめられたりなんかしてたらしいんですけど、でまあその主人公の友達がねこう出世して社長になって、でその主人公もねそうですねまあ不良グループとね、まあ、番長そんなに番長とかっていう超不良みたいなのではなかったみたいなことを言ってましたけど、そういう仲間にいてこの子はいじめられたことがなくて、でもこう大成功する社長になる人はこう結構いじめられたりなんかしていたらしくて、でまあね友達っていうすごい友達っていうか優しく親切にとかしてあげて、まあこっちは
大人になってこう自分で店を店っていうかね会社を起こして成功するんですね。で彼はこうあの社会がまあリーマンショックとかいろいろあったんですけど、あのそういう時だったとも思うんですけど、その会社が潰れて、あ時々ねこう学校はあの高校大学は違ったかもしれないですね。それでまあ手紙やら何やらかんやらで連絡は取り合ったりしてたみたいなんですけど、まあ自分の会社が潰れたみたいなことをこう手紙でこう話っていうかねコミュニケーを取ってたみたいなんですけど、でまあ久しぶりにね会って、でじゃあ俺の会社で働かないかっていうことで、すごいいい待遇でね、この主人公もその友達とね一緒に会社をやろうみたいな形でねこう2人とも大成功するんですけど、でその社長っていうか、まあ、そのいじめられっ子だった人がまあ社長になるんですけど、その子をねいじめていた人たちもねその人の会社に面接に来たりなんかして働かせるんですね。こういじめられたからいじめ返すとかそういうことをするんじゃなくて、あのそのいじめた人でもこうなんていうんですかね、そういい待遇でねこう雇ってあげるみたいなこうストーリーを今日あの YouTube で耳にしたんですけど、ああ感動するなーみたいな感じでしたね。まあね最初はこう母子家庭とかそういう形でね経済的なこととかに恵まれなくてもこう一生懸命ね努力して学んで、学校でいじめられようが何しようがね一生懸命学んでまあ成功して、で逆にねいじめていた人たちもねこう雇ってこういい待遇でね親切にしたみたいな、あー超かっこいいなーみたいなことでね感動しましたね。まあね世の中捨てたもんじゃないなとかって思いましたね。まあそういうねストーリーっていうのはあちこちにこういっぱい落ちてるんじゃないかなとかって思いますね。まあそれぞれね全ての方がやっぱりねまあ主人公だと思いますよね。まあいろいろなねその方のね素晴らしいストーリーがあると思いますね。まあちっちゃなね動物を助けてあげたとかね、優しく親切にしてあげたとか、いろんなストーリーがそれぞれにねあると思いますよね。まあまあね全ての方がそういう形で主人公で、まあこういうまあストーリーもな、あいいなとか、あ学べるなっていうのがやっぱりねいっぱいありますんだな。 YouTube とかそういうのをこう見てまあね心がときめくことってありますね何かねいいことを見つけて私も親切にできたらいいなとかって思う今日この頃です。あしまたやさーい。ピピ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